おはようございます。星野瑠璃です。2020年 NHK マイルカップの予想ということで、毎年荒れる G1 レースとなっている NHK マイルカップですが、今年は例年以上に人気上位馬の評価が高いだけに、果たして荒れるのかどうかというのが難しいところでもあります。まずはデータ分析動画のおさらいからしていきたいと思います。まずデータその1、クラシック路線組、皐月賞や桜花賞を目指してきたような馬が好成績です。皐月賞と桜花賞トライアルに毎日杯出走馬も加えたデータがこちらになります。今年の該当馬はレシステンシア、サトノインプレッサ、サクセッション、ストーンリッチ、ラインベックの5頭となっています。続いてデータその2、皐月賞と桜花賞で5番人気以内の馬。この表は皐月賞と桜花賞で5番人気以内だった馬の NHK マイルカップでの成績となっています。今年の該当馬は桜花賞で1番人気だったレシステンシアとなります。ちなみに桜花賞と皐月賞で1番人気だった馬は3頭出走してきて、全て馬券に絡んでいるという過去のデータがあります。続いてデータその3、関西馬。 NHK マイルカップは関西馬が強いレースで、過去10年で馬券に絡んだ30頭中19頭が関西馬で、過去24回行われて関西馬が15勝で関東馬が9勝となっています。関西馬が馬券に絡めなかった年というのは2013年のみとなります。逆に関東馬が絡めなかった年というのは2019年、2018年、2014年、2010年、2008年、2004年と計6回あります。今年の関東馬は7頭出走します。続いてデータその4、ニュージーランドトロフィー組。過去10年で見ると8頭馬券に絡んでいて、同時に2頭以上馬券に絡むケースは近年ではありません。馬券に絡んだ馬の特徴としては、ニュージーランドトロフィーで5番人気以内だった馬ということです。さらにニュージーランドトロフィー1着馬というのは過去10年で1頭しか馬券に絡めていません。今年はニュージーランドトロフィー組から5頭出走しますが、そのうち5番人気以内だった馬というのは1着のルフトシュトローム、6着のハーモニーマゼランの2頭となっています。詳しくはデータ分析動画の方を見ていただければ、もう少し詳しくデータを紹介しているので、そちらの方も参考にしてみてください。じゃあここからはまとめに入りたいと思います。東京芝コースは内枠有利と思われがちなんですが、仮柵が設置されていない A コースというのは内枠有利というわけではありません。実際に今回祭も外差しがかなり決まっていて、特に先週というのは内よりも外の方が伸びるんじゃないかといった馬場でした。A コースは今週の開催が最後になっていて、来週からは B コースになりますが、まず土曜日の競馬での馬場傾向のチェックというのが重要になります。先週までの傾向ならば、外差しの馬を狙いたいといったところです。しかし今回はペースがそんなに速くならないと見ているので、私の本命は3番のレシステンシアにします。桜花賞はスマイルカナの方が内にいて、レシステンシアは8枠だったので2番手の競馬となったんですが、今回は2枠なので逃げると思います。で、他に逃げる可能性がある馬といえば、プリンスリターンやハーモニーマゼランあたりになるんですが、前走のレースぶりを見るとどちらかというと抑えていきたいといった感じなので、無理に競りかけないと思います。で、持ちタイムの1分32秒7というのはサリオスよりも速いタイムになるし、今回のメンバーの中ではダントツにいいので、まともに走ることができれば勝てると思います。
問題点としては初の関東遠征というところです。その点を考慮して今週の追い切りはかなり楽にしていました。ただ桜花賞から中3周になるし、1周前は半路でラストを24秒台でやっているので、レース感覚を考えればまあ十分かなと思います。動き自体も馬自身は走る気満々のところを抑えているという感じなので元気そうに見えます。調教後の体重は前走からプラス18キロになるんですが、桜花賞の時の調教後体重とほぼ同じになるので問題はなさそうです。桜花賞の時は阪神へのと輸送で調教後から16キロ減っていたので、輸送自体はそんなに好きな馬じゃないかもしれません。初の関東遠征で、まあ、どれだけ体重が絞れるのか、体重が減るのかというのもチェックしておいた方が良さそうかなと思います。で、2番手に挙げたいのが2番の大成ビジョン。前走はかなり強い内容で楽勝しました。デビュー時からスタートの悪い馬だったんですが、休養明け後の KO 杯2歳ステークスからは全く出遅れなくなって、むしろスタートが早くなりました。この感じだともう少し前で競馬をしても良さそうです。ここ2戦というのはペースが速くなったので後ろからの競馬ですが、今回は1枠に入りましたので無理に後方に下げるとは思えないかなといった感じです。本命候補でもあったんですけど、評価を下げたのはやはり中2周というのがポイントになります。アーリントンカップが NHK マイルカップのトライアルになってから2年なんですが、2年連続で勝ち馬が凡走していますし、中3周のニュージーランドトロフィーの勝ち馬が不振ということを考えると、前哨戦で勝ち切るほどの競馬をすると本番ではきついのかなといった感じです。春から絶好調な石橋ジョッキーなので、どういった競馬をしてくるのかというのが注目ポイントかなという感じです。で、3番手に挙げたいのが17番の里のインプレッサーで、この馬も本命候補にしていたんですが、少し評価を下げたのは直前で半路調教しかしていない点が気になったので、ちょっと評価を下げました。半路では遅れたりして動きがよくありませんでしたが、もともとデビュー前からなぜか半路での調教は動かない馬でした。今週の最終追い切りでは遅れていないけど、相手が未勝利馬なので動かない里のインプレッサに合わせた並走馬相手だったのかなと思います。実際に半路で動かないから半路中心で挑んだ新馬戦は3番人気の評価でした。ここ2戦の最終追い切りはウッドコースでしたが、今回は1周前も最終も半路での調教となりました。この点が少し不安で3番手としました。前走後は添えが出たので2週間近くまで休ませたと言っていたので、もしかしたら添えの影響でウッドでの追い切りをしなかったのかもしれません。ただ母はマイルチャンピオンシップで構想した サプレザで、父はディープインパクトとなっています。陣営は当初から両馬場の方がいいと言っていて、今回は待望の両馬場でできそうなので、楽しみです。出遅れる馬なので8枠というのは良かったかなと思います。で、穴候補はペースが速くならないと読んで前目に行きそうな馬にしたいと思います。なので4番のプリンスリターン、10番のハーモニーマゼランあたりに期待しようかなと思います。で、14番のルフトシュトロームは堀厩舎とレーンジョッキーのコンビなので、普通なら買いたいところですが、ここは人気馬の中では評価を下げたいと思います。レーンジョッキーは有馬記念の公開枠順抽選会で両手をポケットに入れて壇上に上がった時から違和感がありましたが、どうやら物怖じしない強い心臓の持ち主なのかもしれません。
リスグラ州のジョッキーがまさにそうで、とリスグラ州の騎乗がまさにそうで、宝塚記念ではと平気で前に行ったり、コックスプレートでは余裕の後方待機からの差し切りだったりで、もし失敗したらどうしようかという考えが多分ないんだと思います。ここ2週間は東京で騎乗していますが、東京は直線が長いから後ろからでも大丈夫と考えているみたいで、青葉賞のフェリオアレグロやフィリオアレグロやスイートピーステークスのデゼルなど一番人気の馬とは思えないほど余裕の待機策をしています。今回はその余裕が裏目に出る可能性が高いと見ています。ただレーンジョッキーは怖いので、まあ、抑えで買っておこうかなといった感じです。ということで買い目なんですが、荒れる NHK マイルカップだけど、今年は上位人気のうち2頭は馬券に絡むと予想します。なのでまず2番の大勢ビジョン、3番のレシステンシア、17番の里のインプレッサの3頭の馬連ボックスを買います。そしてここ4年連続で前走1着馬が馬券に絡んでいないので、抑えで前走1着馬以外の馬の馬連ボックスも買っておこうかなと思います。で3連複はレシステンシアを軸にして、2列目に対戦ビジョンと里のインプレッサで、3列目は穴目の馬に流すといった買い方にしたいと思います。なので馬連のボックスで2317のボックス、あとは馬連のボックスで3460の6点で、3連複はフォーメーションで1列目に3番、2列目が2と17番で、3列目に2345681014181の15点、この辺りを資金配分して買おうと思っています。あとは当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減などを見て、買い目を変えるかもしれないので、そのあたりはブログに当日書こうと思っていますので、そちらの方も参考にしてみてください。ブログへはツイッターをフォローしていただければすぐに飛べるようになっていますので、フォローしていただければなと思います。じゃあ2020年 NHK マイルカップの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。